はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ヤギオヤジです。今回はですね、淀川天の川の山頂にまたやってまいりましたけど、昨日ねちょっと山田池、すごい曇り空の中行ってきたんですけども、久しぶりに常備滝には会えて嬉しかったんですけど、なんかすごい疲れが残ってて、今日500人突破記念なのに、なんかこれといったもんがないと思って、とりあえず今日はバズーカやめて、このタンブロンの70300のみでこの辺を探調してみたいと思っております。やっぱりね、重いのをねずっと持ってんのしんどいですわな。ということで、今日もよろしくお願いいたします。お、今日のにゃんこを取っとこうか。カワセミ発見、飛んだ。そうか、カワセミ見つけたのに飛んじゃいましたね。向こうに行ったってことはどこ、そんなに飛ばなかった記憶、見失ったからな。あそこから飛んでちょく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 ちょっと行って、さあ今日はね、登録者数500人突破記念何が記念なんだ、なんか飛んでたな。ということで、いつもなら行かないところ行ってみましょう。もっとね、上流の方へ登ってみたいと思います。いつもこの辺で引き返すんですよね、この後行ったことがないから怖いし。かなり草刈りができてるところが限度ですけど、それをね、どこまで行けるのか。あそこに見えるのが高速道路1号、高速じゃねえや、国道1号線ですけども、あれはムクドリかな。ムクドリが何か食べに来たかな。ムクドリっぽいね。おお、飛び込んだ。今カワセミがザポーンと行きましたね。まだ実際ここまで来て鳥の写真1枚も撮ってないですよ。さっき猫2匹取っただけ。 あそこに止まってるのはモズかな。おお、カワセミおった。おった、どこ行った。すぐそばにおったね。気がつかねえよ、そら。うわ、嘘だろ。これ以上行けねえのか。はあ、いや、それいい。おお。今のは、あれだな。カルガモだな。ああ、残念。おーおーおーおおお、そらすみません。
お食事中やったよね。こんなところで。なるほど。そうか、ここが限度か。さあ、今度はゆっくり戻ろうかなと思います。ここ一応限界値っていうところでね、私の行動範囲の天の川の単調北限ということにしましょう。はい、では淀川に向かって歩いていきます。何か会えるかどうか。ここに佇んでるのはアオサギですよね。ああ、あれか、セキレイが。ゆっくり降りていきましょう。常備滝だ。常備滝のオスがいました。中入っていっちゃった。コツコツ音がしてんのはコゲラなんだろうなと思うけど、見えないよね。イソシギがいました。
大統領府。ね、天の川にまでカイツブリが上がってくるとはね。まあさあ、まあ不思議ではないのか。淡水だし。おお、カワセミいった。どっかそこ行ったな。おお、またカワセミいった。この辺おったな。失敗。あそこに奇跡でおった。さて、いろいろありまして、あまり YouTube で披露するような内容ではない、まあ私に関係することでもないんですけど、ちょっと60分ほどロスタイムが発生しました。ああ、やっとここまで来ましたよ。鳥さんがあそこにおるのは。アオサギかダイサギでもこれじゃあ無理だな。
あ、ちっちゃすぎ取れないや。カムリカイスブリがいますね。さあというわけでございまして、本日の動画いかがだったでしょうか。ちょっとねアクシデントもあり、集中できなかったですね。ただエナガとかねシジュウカラがいっぱいこう群れで来てくれてたんで、あれがまあその対応したことに対するご褒美だったのかな。何に対応したかっていうのはちょっと聞かんといてくださいね。いろいろとありますわな。事故もあるしね。はい。そういうことで、この動画、今回の動画ね、天の川淀川河川敷、ジョビタキのオス、ジョビオもう来てましたんでね。先ほどちょっと淀川の河川敷にもジョビオとジョビコと両方おったよっていう話も聞きましたんで、これから楽しみになってくるところですね。はい、そういうことで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。もしね暇つぶしになったよとおっしゃる方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録、高評価コメントお願いいたします。チャンネル登録者さんもね500人超えましたけど、あそこにカワセミがいますんですよね。あれカワセミですね。とりあえず写真だけ撮ります。ピントが合わない。このレンズあかんのかな。このレンズあかんな。あ、飛んだ。ずっと向こう行っちゃった。どこまで行く。どっか途中止まりそうやな。また探し持って行きましょう。はい。ん？あれは？これは多分スズメさんの水浴び。はい、そういうことで、今回の動画暇つぶしになったよとおっしゃる方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネルと、ああ言ったなこれさっき、
ほんで500人突破したっていうことも言ったんですよね。500人超えてますんでね、これからもね、皆さんにの暇つぶしになるような動画を作っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。さようなら。